安藤健介安藤健介から1924年7月30日は、日本の検察官、官僚、政治家、声優会計幹線県知事、衆議院議員、横浜市長、京都市長、土佐藩市、安藤常三郎の長男として、秋群羽村に生まれる。1873年に上京し、ニコライ塾に入り、その後、東京外国語学校に移り、 ロシア語を学んだ。中江町民から、フランス語も学んだ。1876年4月、かつ海舟の推薦で、外務省に出資し、ロシア帝国サハリンのコルサコフ領事館、初期一等見習いとなる。1878年、サンクトペテルブルク公使館初期生となり、サンクトペテルブルク大学で、法学、行政法などを履修した。1882年から、 同大学の日本語教官となった1885年に帰国すると司法省に転じ、1887年7月、検事に任官。以後、岐阜地方裁判所、前橋地方裁判所、熊本地方裁判所、横浜地方裁判所の各検事制を歴任した。1896年4月、第2次、伊藤内閣において、 富山県知事に任じられ、1897年4月に、被職となる。1898年1月、第3次、伊藤内閣が成立すると、千葉県知事に就任。同年8月、第1次、大熊内閣により、被職となった。その後、成田火災保険会社社長などを務め、1903年3月、第8回衆議院議員総選挙に、 富山県高岡市区から出馬し当選した。1904年11月、愛媛県知事となり、1909年7月に休職となった。その後、関海漁業会社社長を務めた。1911年9月、長崎県知事に就任し、1912年12月まで在任。1913年9月、新潟県知事となり、 1914年4月まで在入し退官した。その後、横浜市長、京都市長を歴任。ありがとうございます。